機械はそう記録していなかった。私は7年間眠っていたと言っている。今まで夢の詳細は君に教えなかった。隊長、巨大ブラックゲートは中央庁のもう一人の隊長、そしてイザックの不安定な状態にも関わっている。だが夢で降臨したあの滅びの黄昏は君がイザックと出会ってから7年後のことだ。世界最先端の原力波動監視施設でこんな突拍子もないエラーが見過ごされたというのか。それと管理人もこのデータは廃棄、訂正する必要がないと判断したのか。エラーを起こしているのは私たちの常識の方かもしれん。世界、そして種にとって人間など取るに足らない存在だ。だから私たちはいつも孫ついている。最初の伝道師が世界に降臨する前、一人で悪魔に立ち向かった凡人のように。だがそんな私たちもいつかは啓示の真相を理解できるだろう。ああ、時間的には荒唐無稽に見えるが、私の言うその件についてさらに助力をもらえれば。この身をもって皆を守ってみせよう。きっと疲れてたんだよ。いつもグレームさんは必死で戦ってたから、夢でも黙示録のような情景を見たんだ。誰より敬虔な信者のグレームなら夢でお告げを見ても不思議じゃないぜ。けど俺、夢判断は得意じゃないぞ。この人は無意識に削除されるべき残存データを残したのかもしれませんね。こんなに近い場所に専門家がいるとはな。ずっと戦場でモンスターと戦っていたせいか、一度も隣人に会ったことがなかった。ようこそ。時間通りですね、お二人とも。どうも。ほとんどの場合、異世界研究では最初の現場、ブラックゲート、あるいはブラックゲートの彼方からデータを獲得することはできません。僕たちは機械で様々なデータ波動を記録し、ブラックゲートの向こうの世界の様子を推測しているだけです。これは直接的な観測ツールのない時代、人類がブレーンワールドを仮説した方法や高次元空間の存在を推論した方法と似ているかもしれません。
異世界を研究する人はよくデータを教会の経典と同じように扱う。自分の常識を絶えず抑圧しなければ続けられんからな。はい、昔から科学者たちはずっとそうやって世界の真相を想像し分析してきました。そうしなければ証拠は探せませんから。視覚に制限された人類は世界の真相を全く察していませんが、僕たちの大脳皮質には神経パルス信号の残存が残っているのかもしれません。それが僕たちの観測ツールで、この世界の残存率をキャッチできるシミュレーション装置です。戦闘試験の場所だろう。はい、似たような設備です。でも設定を変更しておきましたので、人間の脳に残る電波信号を数倍まで増幅できます。グレームさんにはまだ夢の記憶が残っているのでしょう。ああ、今も覚えている。だが夢の結末は見られなかった。最後の場面は極めて曖昧だった。大丈夫です。グレームさんの記憶はただの起動キーみたいなものでして、残りのバックトラッキングと再構成はこの装置に任せればいいんです。これまで集めた残存率こそが再構成の鍵です。わかった。ああ、シミュレーションルームに入って夢を思い出せば、いわゆる抹消されたデータが再現できるんだろう。素早く理解してくださって助かります。いわゆるデータ抹消や環世界の理論はまだ証明されておらず、推測に過ぎませんが。隊長、真相にたどり着くためには対価を。これは資格試験の場では実施できないシミュレーションバトルだ。安全制限があればフィールドも再現できなくなる。だからこそ次の一歩を踏み出さなければならん。君は強化ガラスの向こう側にいてほしい。始めよう。これからあなたは生まれ変わり、エイブランという旧名を捨てるのでしょう。粉々に打ち砕かれても戦い続ける無敵の石の兵士グレーム。外をご覧なさい。あれはあなたたちが共に犯した罪です。滅びはすでに降臨しました。死は罪によるもの。囚人が罪を犯し、死が大地に降臨する。神はこの世から彼らの子孫を絶滅させ、世界から彼らの末裔を絶滅させる。うまくいっているみたいですね。お見舞いに来たよ、グレームさん。これから隊長とパトロールに行ってくるよ。今日の任務も大変そう。市民の避難はもうすぐ終わる。でも、あの巨大なブラックゲートが落ちてきたら、避難しても意味はないだろうけど。巨大なブラックゲート。未来が存在する限り、俺たちはきっと、俺を守ってくれ、グレームさん。イザック。
私はいつでもお前と一緒に。未来はきっと、まずは未来を伸ばす方法を探そう。これは追いかけても構わんな。どうぞ。そのために夢を再現しましたから。でもこのエネルギーレベルは、いけない。今の電力では耐えられません。あれほどのレベルのブラックゲートが再現されるとは、さすがの僕も想像しませんでした。このエネルギーレベルの再現を維持するには、より多くのケーブルと電力サポートを申請しなければなりません。少なくとも君の理論は間違っていないようだ。リスクも大きいが、この実験続ける気はあるのか？もちろんです。何かあってもジンキ使いが2人いればなんとかなります。でもラボは今こんな状態ですから、次の実験はまた今度にしましょう。なぜ俺なんだ。準備は大丈夫ですか？いつでも行けるが、続けたら君と隊長の居場所は。大丈夫です。観測用の強化ガラスもさらに強度を上げましたし、ボートがラボの内部まで及んでも僕は最優先で隊長を守りますから。そうか、ならいいが。全データ安定していますね。進みましょう。あの少年と隊長を追いかけてください。ああ、言われるまでもない。必ず彼らを見つけ出す。これが本物の厄災が降臨する光景か。全部倒せないな。近づけまい。耐えましょう。おそらくこれはデータの廃棄が始まる前段階に過ぎませんから。承知した。ここで削除はされんぞ。これから入り口に登り、ブラックゲートの下まで侵入する。そこはおそらく、さらにエネルギーレベルの高い物体が間もなく出現します。どうか油断せずに。安心したまえ。何があっても私の記憶の影響を君には及ぼさない。この気配は。グレームさん、こうなったら完全に人気を解放しなきゃいけなさそうだな。ダメだ、イザック。お前の人気は。ああ、分かっている。今回は必ずハウンドを制御してみせる。グレームさん、
俺。ああ、わかっているぞ、イザック。さっきの姿も、今の姿も。ここで私と共に戦っていたのは、ハウンドなんかじゃない。ああ、俺、できたのか。じゃあ、隊長もまだここにいるはずだ。ああ、隊長はまだ残りの人気使いを連れて戦っているぞ。他の。よくやったぞ。もう少し早く来ていたら、まだ他の可能性があるなら。よかった。俺は一人の人間として最後まで戦えたんだ。やっと。グレームさんと隊長を。俺、見たよ、光を。ちょっと、どうしてですか？恒星のブラックゲート融合に耐えて、世界が終わらずに済んだというのに、強引にデータを削除されるなんて、どういうことです？もしかしたら、グレームさんとあの子のせいで。本当にいいんですか？この再現実験は莫大な電力を消耗しますから、しばらくはできませんよ。私の精神が不安定だったせいで観測は最後までできなかったのか。隊長を責めないでくださいね。主な原因はあの時グレームさんの思考が急に止まり、パラメータを読み込めなくなったからです。私はまだまだ修行不足のようだな。石のように穏やかで堅実かつ頼もしい戦士になって、何事にも動じずに全ての異端を一掃せよと共鳴を。どうやら私はまだまだエイブランと呼ばれる凡人のままのようだ。凡人なら永遠に箱庭のベールを開けられず、種の起源を想像することすらできまい。権限を超えた行いで君まで巻き込んでしまったな、隊長。だが、他の選択肢があれば。リンネが本当に存在するというなら、神があの世界をリセットしてくださってよかったと思う。さっきシミュレーションバトルで見たのは、大部分の人々が救われた世界ですけど。ああ。利己的な考え方かもしれんが、世界に生贄にされた不良品として私たちはリンネを選んだ方がいいかもしれん。隊長、君はあの不完全でありながら救われた世界が実在する未来だと信じているのか？それとも全てはリンネの神が削除し続けるデータに過ぎないのか？
法を。また隊長に慰められるとはな。だが礼を言わせてもらおう。行こう。君に会えればイザックも喜ぶだろう。
寝ろよな。
街中の。あら？私たちがやることはすぐに成果が出ないかもしれないけど、チリ、ありがとう。ここの部屋は常に手入れされてる。君が気に入るといいけど。